えねえ、宇宙一の星って何なのかな？何言ってるんだ？いや、宇宙で一番の星って何なのか気にならない？地球だな。そんな適当な返事するなよ。宇宙一と一言で言っても、いろんな宇宙一があるだろ。大きさとか距離とか明るさとか年齢とか。あ、そっか。じゃあ全部教えて。どっちが適当なんだよ。じゃあ今回は、宇宙ナンバーワン20選を解説するよ。いろんなジャンルの宇宙一をまとめて発表してあげるよ。カカロット、お前がナンバーワンだ。宇宙一大きい天体。一つ目は、宇宙一大きい恒星。スティーブンソン2の18だ。これは、縦座の方向に、地球から2万光年離れた場所にある、赤色超巨星に分類される星だ。恒星として末期段階にあって、膨張して表面温度が低く、赤く見えている状態にある。この星の直径は、かつては太陽の474倍と控えめに見積もられていたんだけど、なんと今は2158倍と言われているんだ。太陽なんて比にならない大きさだね。あまりに巨大すぎるために、太陽の位置にあった場合、木星を超えて土星すらも丸呑みしてしまうほどの大きさなんだよ。マジで太陽なんて塵くらいのサイズだな。二つ目は、宇宙一大きいブラックホール、フェニックス A だ。地球から約57億光年離れた場所にある、フェニックス銀河団の中心にあるブラックホールで、新しく宇宙最大の候補となったんだ。今までで、大きさで有名なブラックホールは、DON618 だったんだけど、DON618 の質量は太陽の660億倍。しかしフェニックス A は太陽の1000億倍もある。ほぼ2倍ぐらい違うじゃん。距離で表すと、DON618 は約2000億キロに対して、フェニックス A はなんと、約3000億キロにも及ぶんだ。これは、太陽系なんか簡単に飲み込んでしまうほどの大きさなんだよ。太陽系の近くにいなくて、ほんとよかったよ。三つ目は、宇宙一大きい銀河、アルキオネウスだ。長さは約1630万光年で、天の川と比べると153倍の大きさがある。地球から約30億光年の彼方の距離なのに、地上からは月と同等の大きさで夜空に存在して見える。名前の由来も、その巨大さからギリシャ神話に登場する巨人から付けられているんだ。さすが宇宙最大の銀河だね。アルキオネウスは、強力な電波を放っている電波銀河で、中心からは、巨大なジェットとローブが噴出されていて、まだまだ活発に活動していると考えられている。研究者たちは、このような電波銀河がどうやって形成されるのかを、今後明らかにしたいと語っているよ。成長の秘密も、今後わかるかもしれないんだね。宇宙一小さい恒星。四つ目は、宇宙一小さい恒星。EDLMJ0555 の 57AB だ。半径が6万、53キロしかない、極めて小型の恒星なんだ。なんとこの大きさは、土星の6万、268キロよりわずかに小さいサイズなんだ。土星ぐらい大きいのなら十分大きいんじゃないの？いや、このサイズだと星は恒星になり損なった、褐色矮星になるのが普通なんだよ。これまでに確認された中でも、木星より 20% ほど大きい赤色矮星が発見されている。木星って土星よりまだ大きい星だよね。そうだな。ただ質量は、木星の85倍もあるそうで。サイズは小さくても、質量が大きいため赤色矮星ではなく、光り輝く恒星になることができたと考えられているんだ。これほど小さな恒星は発見すること自体が難しく、謎が多い天体なんだよ。小さくても、めちゃくちゃ重いやつってことか。宇宙一熱い天体。五つ目は、宇宙一熱い惑星。ケルト 9b だ。地球の気温は、平均すると15度ほどで。太陽に最も近い惑星である水星でも、その表面温度は400から500度ほどの暑さだ。しかしケルト 9b は、それをはるかに上回る。4300度だ。よ、4300度だって。惑星なのに太陽とそんなに変わらないじゃん。表面温度が約1万度の恒星の周りを回っていて、さらには恒星からの距離が、地球と太陽の距離の30分の1ほどしかないから、こんなに高温になっているんだ。国際研究グループによると、大気は3000度くらいまでなら分子の状態で存在できるが、4300度もの高温になると、分解してしまうらしいぞ。もし着陸したら、分子すら残してもらえないのか。6つ目は、宇宙一熱い恒星、RH36A1 だ。推定される質量は、太陽の250から320倍で、表面温度は驚異の4万、6000度以上だ。マグマの赤犬おじさんでも黒焦げになりそうな温度だね。一般的に地球のマグマの温度が、1300から1400度だから。赤犬なんか、黒焦げどころか蒸発してなくなっちゃうかもしれないな。7つ目は、宇宙一熱い現象、ビッグバンだ。
宇宙の始まりと言われる、あのビッグバンか。宇宙の最高温度にはしっかり限界があって、絶対熱と言われているんだけど、ビッグバンはその温度と同じだと考えられていて、なんと、その温度は驚異の14光2000兆度なんだ。そんな単位聞いたことないんだけど、数字の単位で、兆までは聞いたことがあると思うんだけど、それ以上だと、兆の次が、京、そこから外、低、兆、高と増えていく。兆より5個も上の単位なのか。全宇宙のすべての物質とエネルギーが、一つの場所に集結した宇宙の始まりでは、このような史上最高の温度になっていると考えられているんだよ。さすが宇宙の始まり。文字通り桁違いな温度だな。宇宙一低温の天体。八つ目は、宇宙一低温の天体。ブーメラン星雲だ。ケンタウルス座にある惑星上星雲で、地球からは5000光年ほど離れていて、見た目が蝶ネクタイのような形のため、蝶ネクタイ星雲とも呼ばれている。めちゃくちゃ綺麗な天体だね。星雲の温度はなんと、絶対温度1度、摂氏マイナス272度という極低温になっている。これは、絶対0度、摂氏マイナス273度より1度高いだけなんだ。とんでもない低温だな。でも、なんでそんなに低温度になってしまったの？それは、星雲の中心星から吹く風が高速で、時速50万キロという猛烈な勢いでガスが吹き飛ばされているからなんだ。中心の星は1年間に太陽の約1000分の1ほどずつ質量を失って、1500年間にわたって質量を放出し続けているそうだよ。質量を放出し続けるって、なんだか不思議なやつだな。宇宙一速い恒星。9つ目は、宇宙一速い移動速度を持つ。S5HVS1 だ。地球からおよそ2万9000光年先のツル座の方向にある星で、他の星よりもずっと速く移動する、超高速度星と呼ばれる星だ。そんな超高速度星の中で最も速いこの星は、なんと秒速1700キロというとんでもない速度で移動している。時速に換算すれば600万キロもの速さで、これは新幹線の2万倍にもなるんだ。1秒で東京から上海まで行ける速度じゃないか。研究チームが、一体どこからこの星が移動してきたのかを調べると、480万年ほど前に、天の川銀河の中心から秒速およそ1800キロで弾き飛ばされたらしいよ。どうすればそんな速度で弾き飛ばせるんだろうね。宇宙一明るい天体。10個目は、宇宙一明るい恒星。LBV1820 だ。地球から4万5000光年の距離にあるこの星は目で見ることはできず、赤外線でしか観測することができない。LBV とは高輝度星色変恒星という意味で、赤外線で観測すると、明るさや色が変化するという特徴を持っている。どれくらい明るいの？この星の前に一番明るいとされていた、ピストルスターという恒星の明るさが、太陽の500から600万倍なのに対して、LBV1820 は、太陽の4000万倍の明るさなんだ。太陽の4000万倍だって、太陽でさえ直視できないのに、これを太陽くらいの距離で見たらどうなっちゃうんだろ。11個目は、宇宙一明るい天体、クエーサーだ。地球から、数十億光年から百数十億光年という、非常に遠くにある極めて明るい光源で、その正体は長らく不明だったんだけど、銀河の中心にある超大質量ブラックホールだというのが有力となっている。ブラックホールが明るいっていうの？ブラックホールの中でも特に質量の大きい、超大質量ブラックホールでは、周囲にある大量のガスや塵を、超大すぎる重力で引きずり回していて、光の速度にも迫る速度で公転させているんだ。物質同士が超高速で擦れ合うことで膨大な摩擦熱が生じ、数十億度もしくはそれ以上の超高温になる。この莫大なエネルギーが宇宙一の光となって、輝いていると考えられているんだ。高速で回転させて、その摩擦で光を出すって、パワーが異次元すぎるよ。ちなみに、そんなクエーサーの中で一番明るいとされているものは、WISE-J22467.57052635.0 と言われているよ。いや長いよ。宇宙一くらい惑星。12個目は、宇宙一くらい惑星。TRS-2b だ。摂氏980度の高温に熱せられているにもかかわらず、炭よりも真っ黒で恒星から受ける光をほとんど反射していないと見られることが、新たな研究によって明らかになったんだ。そんなに真っ黒なの？ああ、天体物理学センターの天文学者である、デイビッド・キッピングはこのように言っている。その反射率は炭より低く、真っ黒なアクリル絵の具をも下回る。これまで発見された中では最も暗い惑星だ。近くで見たら、ほぼ真っ黒なガスの玉が、わずかに赤い光を帯びているように見えるだろう。太陽系外惑星の中でも、真に異質な惑星だ。ほぼ光を反射しないから、黒にしか見えない星なのか。宇宙一遠い天体。
13個目は、宇宙一遠い天体。CERS93316 だ。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡によって観測されたこの天体は、今から135億7千万年前に存在しており、地球から348億千万光年彼方にある天体であることが分かった。348億光年なんて距離を観測できるのか。しかも135億年前から存在していたって、宇宙ができてすぐじゃないの？その通り。この天体が宇宙誕生から、わずかに2億3000万年後に存在したことになって、ウェッブ宇宙望遠鏡で観測できたという事実から、この天体は恒星の集まった銀河の初期形態である可能性が高いと考えられているんだ。この天体を研究していけば、宇宙の始まりも解き明かされるかもしれないね。宇宙一重い物質。14個目は、宇宙一重い物質。原子核物質だ。宇宙にある観測可能な物質の重さの 99.9% は、陽子と中性子からなる物質、原子核物質からできていて、私たちの体重も 99.9% は原子核物質なんだ。原子核物質って何なの？物質を細かく分解していくと、原子というものになるんだけど、その原子の中に、さらに細かい原子核っていうのがあるんだよ。なるほど。でもそんな小さいものが、どうして宇宙一重い物質になるんだよ。原子核物質は、宇宙で観測されている中で密度が大きい物質。つまり、最も重い物質なんだよ。中性子星という星は、この原子核物質からできているんだけど、角砂糖一つ分の大きさで、重さがざっと3億トンにもなるんだよ。角砂糖一つ分の大きさで3億トン。密度が大きいから、同じ大きさにしたらとんでもない重さになっちゃうんだね。宇宙一固い物質。15個目は、宇宙一固い物質。核パスタだ。パスタ？なんかパスタみたいな物質があるの？もちろんあのパスタではないぜ。中性子星の中心にあって、太陽の8から30倍程度の質量を持つ恒星が、寿命を迎えて超新星爆発を起こした後に残る、超超高密度の天体のことなんだ。アズキバーよりも硬いものがあるの？確かにカッチカチだけど、アズキバーなんか比較にもならないよ。その硬さはなんと、鉄よりも100億倍硬いらしいんだ。で、鉄の100億倍硬いって、意味不明な硬さだね。ちなみに、なんでパスタという名前なのかというと、中心部ではあまりに高密度になっていて、パスタのように絡み合っているように見えたからそんな名前がついたんだ。構造と形状により、角ニョッキ、角ラザニア、角スイスチーズ、なんてものもあるんだぜ。名前だけなら余裕で食べられそう。宇宙一危険な物質。16個目は、宇宙一危険な物質。ストレンジ物質だ。危険という定義がよくわからないんだけど、何がどう危険なの？ストレンジ物質は、ストレンジクォークという素粒子からできている仮説上の物質で、仮説の上では、たった一つであらゆる惑星を崩壊させるほど危険なものなんだよ。宇宙の法則をねじ曲げ、他の物質に感染し、破壊する物質で、宇宙の起源を指し示してくれる可能性のある物質なんだ。惑星を崩壊させるだって、そんなヤバいものが宇宙にあって大丈夫なのか。その点に関しては今のところ大丈夫だ。中性子星内部にしかないからな。でも、中性子星同士が衝突したり、中性子星がブラックホールに破壊されたりすることで、中身が外部に漏れ出るようなことになれば、宇宙が崩壊しちゃうじゃんか。ただ地球や太陽なんかの星は、何十億年の間はそんなことになってないから、少なくともすぐには何も起きないと思うぞ。宇宙一古い星。17個目は、宇宙一古い星である。メトシェラ星だ。地球から約200光年離れた場所にあるこの恒星は、推定年齢がなんと140億年以上なんだ。あれ？宇宙って何歳だっけ？138億歳だな。宇宙より年が上じゃんか。そこで、測定が間違っているのではないかと見直した結果、誤差が7億年から8億年程度あるとも考えられるそうで。誤差を含めて計算すると、宇宙の年齢と矛盾のない年齢になるとも言われているんだ。どちらにしても、この星が宇宙の謎を解く鍵になるかもしれないと、いろいろと研究がされているんだよ。宇宙より先に生まれる星なんて、わけわからないもんね。ちなみに、宇宙で一番新しい星ってわからないの？宇宙の至るところで星は生まれて消えていくから、一番新しいっていうのは難しいな。そうか。でも一番が毎日更新されても困っちゃうな。宇宙一天候が悪い星。18個目は、宇宙一天候が悪い星。HD189733B だ。めちゃくちゃ雨や雷が降ったりするのか？いや、もはやそんなレベルじゃない。なんとガラスの雨が降るんだ。ガラスの雨、めちゃくちゃ危ないじゃないか。
さらに恒星から非常に近い距離を公転しているから、1000度以上という灼熱の大気に加えて、秒速2000メートルという暴風で、横殴りのガラスの雨が降ってくるんだ。秒速2000メートルって一体どんな威力なんだ？あの原爆の爆風が秒速440メートルだから、原爆の約5倍もある風だな。それにガラスの雨が乗ってくるのか。人類なんか一瞬で肉片にされちゃうな。宇宙一高い山。19個目は、宇宙一高い山。オリンポス山だ。高い山ってエベレストじゃないの？エベレストは地球最大の山なんだけど、オリンポス山は火星にあるんだよ。それで宇宙一なのか。エベレストは標高8848メートルなんだけど、オリンポス山は標高21230メートル。エベレストの 2.5 倍もあるじゃないか。ちなみに、オリンポス山の平均勾配は 7.6 程度で、富士山の勾配が26ほどだから。意外と緩くて登りやすいよ。え、じゃあ火星に行ったら登れるじゃん。山頂は宇宙空間と言えるほどの大気の薄さだけどな。死んじゃうじゃんか。宇宙一奇跡の星。20個目は、宇宙一美しくて奇跡の星。地球だ。え、地球？地球の何が宇宙一なの？この地球は奇跡の星、地球と呼ばれているんだぞ。自分たちが住んでるから誇張表現じゃなくて、しっかりと奇跡なんだ。なんで奇跡って言われているの？いろんな奇跡の一つ一つが重なり合って、この地球は生まれたんだけど。まずは、この地球以外に生命が存在している天体は見つかっていないこと。確かに、こんなにたくさんの生命体がいるのも今のところこの地球ぐらいだね。他にも、太陽との位置関係や月の存在、木星なんかの巨大な外惑星の存在。大きさや自転のスピードも程よく、まさに生命が住むには完璧すぎる環境なんだ。月とか木星なんかまで関係あったの。さらには液体の水や豊富な酸素まである、唯一無二の存在。それが地球なんだ。ナンバーワンっていうより、オンリーワンって感じだね。今日からもっと地球を大事にして生きていくよ。いろんな宇宙一を紹介してもらったけど、やっぱりどれもこれも桁違いで。これぞ宇宙一って感じだったな。そうだな。地球の常識だと想像もできないほど壮大な世界だからな。山一つとっても、倍以上あるもんね。でもやっぱり、こうやって宇宙のいろんな発見ができるのも、この宇宙一の奇跡の星に、人類が誕生してくれたおかげだよな。全くその通りだな。今後地球に住めなくなるなんて話もいっぱい出てきてるけど、環境破壊や戦争をなくして、みんなで奇跡の星、地球を守っていかないといけないよな。地球、お前がナンバーワンだ。